ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第5節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。大きくサイドチェンジ。いっけいっけ、ドリブル。さあ、ここからどう攻める。ファーサイドに上げた。おっと、足がかかった。狙いすぎたようです。前半15分、放り込んできた。ここから狙う、取り損ねた。主審ファウルを取りました。おっと、これはイエローでしょう。少しレイトタックルでしたね。ペナルティーキックを得ました。見たか、ゴール。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。危険なタックル。スペースを埋めないと。オフサイドはない。コーナーキックを得ました。前が空いた。さあ、ここからどう。ゴール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 決まった。ここで確実に得点を奪います。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ。前半戦終了です。
前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。ダイレクトで返す。つながればチャンス。スローイン。点は3対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り、届かない。抜かれた。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。